はい、皆さんこんにちは、まなみです。現在の私たちの生活に生かされている数多くの技術を開発し、電気や電磁波を用いるテクノロジーの歴史を語る上で欠かせない人物である天才発明家ニコラ・テスラ。8つもの言語に堪能で、詩作、音楽、哲学にも精通するなど、傑出した頭脳を物語るエピソードにこと欠きません。しかし一方では、非常に謎が多く、変わった人物としても知られています。その一つが、ある数字に異常なまでのこだわりを持っていたことです。なぜテスラはその数字に執着したのかを紐解いていったとき、動画の最後にその数字の秘密と私たちを取り巻く世界との衝撃的な関係が明らかになります。異常なまでにテスラが固執した369、交流電源やテスラコイルをはじめとする数多くの発明品を残し、科学者としても非常に優秀だったテスラですが、一方で霊界との交信装置を作ろうとするなど、科学では解明できない分野にも大きな関心を持っていました。テスラが残した言葉に、あなたが369という数字の素晴らしさを知れば、宇宙への鍵を手にすることができるというものがあります。実際にテスラは日常生活でも徹底して3の倍数に固執するなど、369への強いこだわりを持っていたことが伝えられています。宿泊するホテルでは3で割り切れる数の部屋にしか泊まらない。皿を拭くナプキンは3の6倍の18枚。建物に入る前に建物の周りを3周する。食べ物を噛む回数も3の倍数などの、他人が見ると奇妙としか言えない行動をしていました。世紀の天才テスラが特別な数字として異常なまでに執着していた3つの数字。果たして369はどんな秘密を持った数字なのでしょうか。369は高次元の神秘の数字。テスラは先ほどの言葉以外にも、宇宙の秘密を解明したいならばエネルギー、周波数、波動について研究しなさい。私の脳は単なる受信機だ。宇宙には我々がアクセスできる知識、強さ、インスピレーションの核が存在している、などの言葉を残しています。日常生活の中で私たちが何気なく使っている数字は、実は人間が考え出したものではありません。自然界や宇宙から発見した法則なのです。だから数字は自然界、さらには宇宙のどこにでも当てはめることができるとされています。例えば、1たす2は必ず3になります。これは全世界、さらには全宇宙で共通です。他の星では違う答えになる、などということはありません。つまり数字は全宇宙の共通言語なのです。では、テスラが固執した369という数字は他の数字とどう違うのでしょう。私たちが暮らしているこの世界や宇宙には、星の形成、進化や成長など一定の規則性に沿って行われ、時として黄金比や美しい幾何学模様を形作るものが数多くあります。たくさんある規則性の中でも自然界で特に多く見られるのが二進法です。その二進法の究極とも言えるのが、生命が誕生する際の細胞分裂の過程の法則なのです。はじめは一つの細胞が二つに分裂し、次に四つに分裂し、次は八つに、というように、1、2、4、8、16、32、64、128、256、512、1024、2048と倍々で増えていきます。これはあらゆる生物の細胞分裂に当てはまる法則なのです。ちなみに、このような自然界の法則は、神の青写真と呼ばれています。そして、自然界の絶対的な法則である二進法には、ある奇妙な法則性が隠されています。先にお話しした細胞分裂の際の数字、1、2、4、8、16、32、64、128、256、512、1024、2048をすべて一桁ずつにして、1の位だけになるまで足してみましょう。1、2、4、8はもともと一桁なので、次の16から、1たす6は7、
3たす2は5、6たす4は10、1たす0は1、1たす2たす8は11、1たす1は2、2たす5たす6は13、1たす3は4、5たす1たす2は8、1たす0たす2たす4は7、2たす0たす4たす8は14、1たす4は5。このように、1、2、4、8、7、5が延々と繰り返され、これはさらに数が増えても同じなのです。ところが不思議なことに、3、6、9はこの二進法が表す数字の配列に含まれていません。では、抜けている3の倍数を倍々にした、3、6、12、24、48、96、192と続いていく数字を先ほどと同じように全て一桁ずつにして1の位だけになるまで足していきます。するとなぜか363633と繰り返されていきます。さらには同じことを9の倍数を倍々にした9、18、36、72、144、288で行うと99999延々と繰り返されるのです。また先ほどお話しした細胞分裂に代表される自然界の二進法から導き出される数字1、2、4、8、7、5を並び順通りに隣り合わせの数字と一桁になるまで足していくと1たす2は3、2たす4は6、4たす8は12、1たす2は3、8たす7は15、1たす5は6、7たす5は12、1たす2は3、5たす1は6と3と6が交互に繰り返されます。つまり自然界の究極の法則から導き出される数字の1、2、4、8、7、5は3と6に集約、支配されていると言えるのです。そして9は3と6を合わせた数字であり、さらには3と6を含めた1から8の数字を足して一桁になるまで計算すると1たす2たす3たす4たす5たす6たす7たす8は36、3たす6は9となり、3と6を除いた1、2、4、8、7、5を足して一桁になるまで計算した場合は1たす2たす4たす8たす7たす5は27、2たす7は9と、どちらも最終的には9になるのです。これらのことから369は今私たちがいる3次元の世界の規則性に影響されない神秘の数字であり、高次元との調和を表す数字と言われているのです。古代から知られていた369の法則とその利用法。369の数字にまつわる法則は、テスラが地球の自転から得られるフリーエネルギーを開発していた時に発見されたと言われています。フリーエネルギーとは入力が不要、またはごく少量で多くの出力が得られる夢のエネルギーです。テスラは電力はどこにでも無限にあり、世界中の機械を石炭や石油、ガスなど使わず動かすことができる。すべての人がどこでもフリーエネルギー電力を使えるようにするべきだという考えを持っていました。そしてテスラはフリーエネルギーの開発に成功していたと言われています。さらにはフリーエネルギーを無線送電して世界中に電気を供給しようとしたとも。しかし実はテスラよりもはるか昔、およそ4500年前にフリーエネルギーは作り出されていた可能性があるのです。古代エジプト文明を象徴するギザの大ピラミッドは実はフリーエネルギーの発生装置だったと言われています。ピラミッドには内部に銅製のワイヤーが設置されていて、この銅線は窓のない密室では強力な電磁波を生じさせることができるのだとか。またピラミッド内部の通路に使用されている花崗岩は放射能を浴びていて、それによって通路内の空気が帯電しています。そして他の箇所に使われている石も内部にはマグネシウムを多く含み、電気の伝導性が高いドロマイトという物質が使われ、表面には絶縁性の高い石灰岩が使われています。まるでピラミッド内で作り出した電気を外に逃がさないようにという意図があるように思えますね。三大ピラミッドの配置や大きさはオリオン座の三つ星と
ほぼ一致することが知られていますが、その中のメンカウラー王のピラミッドとクフ王のピラミッドの横には、王妃たちの小さなピラミッドがそれぞれ3つずつ並んでいます。つまり大ピラミッドが3つ、小ピラミッドが6つで、合わせて9つのピラミッドがギザの地に立っているのです。また1から9の数字を円状に等間隔に配置し、369を線で結ぶと、ピラミッドのような綺麗な三角形が浮かび上がります。古来から三角形は多くのマークや意匠に使われ、フリーメイソンのシンボルとしても知られるプロビデンスの目などがよく知られています。ちなみにテスラが369の法則を発見するよりも前から、魔術や神秘学に携わる人々の一部は感覚的にその法則を知っていて、フリーメイソンでは宗教的な理由から369の法則を学習していたと言われています。369の数は時速場と呼ばれる3次元あるいは4次元からのベクトルを表し、時速場は高次元のエネルギー回路に影響を与えるとされています。そしてある研究者は、これこそがテスラが使いこなしたフリーエネルギーの秘密の鍵であると語っています。もしかしたら古代の人々も369の神秘的な特性に気がつき利用していたのかもしれませんね。世界中を結んでいた369のネットワークとその起源、ギザのピラミッドをはじめとする世界中の3000箇所以上の巨石遺跡群はワールドグリッドと呼ばれる地球のパワーが強く出ている線上に建てられているという説があります。地球儀上でこのような地球のパワーが強く出ている場所に印をつけて結んでいくと、幾何学模様が浮かび上がります。巨石で作られている遺跡についてはワールドグリッドの線上で地球のエネルギーを使って反重力を生み出すことができたからこそ、巨石を運んだり持ち上げることができたとも言われています。そしてこのエネルギーが交差する箇所は世界各地にあり、ピラミッドが作り出すフリーエネルギーの供給源でもあったのだとか。世界各地には実はピラミッドではと噂される山がいくつも存在していますが、それらのピラミッドは通信の中継点としての役割も持っていて、それぞれがネットワークでつながっていたとのことなのです。その中心の役割を担っていたのがギザの大ピラミッドだったと。ちなみに日本にも秋田県の黒俣山などピラミッドの可能性がある山があります。もしかしたら369の法則が取り入れられたギザのピラミッドで作り出されたフリーエネルギーはピラミッドのネットワークやワールドグリッドを通じて世界中に届けられていたのかもしれない。そんな想像もできるのではないでしょうか。さらには古代エジプト文明は地球外文明から知識や技術の提供を受けていたのではという噂が長年にわたってささやかれていますが、古代宇宙飛行施設では地球のピラミッドは宇宙船にエネルギーを供給し、同時に通信の中継点としての役割があったと考えられています。またテレポーテーションの発着地点としてピラミッドからピラミッドへと移動していた可能性もあると言われているのです。そして数を地球の人類にもたらしたのは宇宙からやってきた存在であり、文明によっては彼らは神と呼ばれていると。その素晴らしさを知れば宇宙への鍵を手にすることができると言ったテスラは、人類に369を教えた存在が何者なのかを知っていたのでしょうか。テスラが開発に成功しながらも人々に届けることが叶わなかったフリーエネルギー、いつか私たちの日常生活で利用される日が来るのでしょうか。生活に根ざした369と日本との関わり、大部分の人にとっては3も6も9も他の数字と何ら変わりない普段の生活で何気なく使っている数字の中の単なる一部という認識ではないでしょうか。しかし実は私たちの生活の中に369はしっかりと根ざしているのです。例えば1分は60秒、1時間は60分、1日は24時間といった時間の概念です。すべて3の倍数であることがわかりますね。また明治5年まで使われていた太陰暦では新月から満月までの間隔である
29.530589日、つまり約30日が1ヶ月と定められており、それを12回繰り返すことで1年となっていました。現在の日本では太陽暦が使われ、1ヶ月や1年の長さも微妙に変わりましたが、1年が12ヶ月なのは同じです。時間だけではなく月日の流れもまた3の倍数が関わっていたのです。そして369を日本語読みすると弥勒となりますが、これは仏教の弥勒菩薩を表していると言われています。弥勒菩薩はインドではマイトレイヤ、中国ではミレフと呼ばれ、ヘブライ語のメシア、つまりキリストのことを指しているのだとか。また国宝に指定されている京都の広隆寺の弥勒菩薩像の親指と薬指をつけて3本の指を立てる右手の独特の形は、キリスト教で三位一体を表す形です。この像が制作された頃に活躍していた波多の川勝の一族の起源は敬教、ネストリウス派キリスト教を信仰するユダヤ人だったと主張している人もいます。ちなみに先ほどお話ししたプロビデンスの目を囲う三角形も三位一体を意味しています。ここでも登場する3という数字。1000年以上も前に369の法則は海を渡って日本に入ってきていたのかもしれません。遥かな宇宙から身近な日常生活まで、あらゆるところに潜んでいる369の数字。3の倍数は創造性、生命、喜びなどのエネルギーがあり、とても縁起がいいと言われています。テスラほどこだわるのはむしろ逆効果かと思いますが、少しだけ意識して取り入れてみると運気がアップするかもしれませんね。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録などしていただけると幸いです。また見てね。